そう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 。ここで言う、何言うには自由。ここで、おまんこ、おちんこ言うのは、もう全然、おっぱいまんこ、まんこ、ちんこっていうのは、だから僕も今、臆面もなく言えてるわけですよ。おっぱい、まんこ、まんこ、ちんこと。どうでしょうか、皆さん。聞こえておりますか？聞こえなかったら、まあ、しょうがない。あ、でも今、全力で歌ったら多分俺もう、スタジオに響き渡るから、もう大変なこと、今じゃ、今ね、誰もいないよ。大丈夫。スタッフさっき帰ったから スタッフさっき帰ったから大丈夫ですよ。大丈夫です。小声で歌う？まあ、それも一つの手かもしれない。感じですかね。まあ、皆さんにもダメージはいったと思います。まあ、でも僕も、そうですね、こんな普通の、ね、スタジオに来て、でこんな壁なんて簡単にもうぶち破る声なんて今思いっきり張り上げたから、すごい、なんかもうだって人一気に減ったもんね、これ。そう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  一気に人減ったからね、これは皆さん多分ね、ダメージ受けたんじゃないかなっていう、ちょっと親の前で聞いちゃったみたいですね。本当かわいそうなことをしたなって、僕は思うんですけれども。まあ、別にね、これ YouTube ライブでもないんで、まあ人はやっていただいて全然大丈夫なんですけど、大丈夫、もう歌わんから、もう歌わんから、もう歌わないから、大丈夫、戻ってきて大丈夫です。もう歌わないから大丈夫、心配しないで。いや、でもね、よかった、歌えて。僕の命はもうあともうちょっとみたいなんで、多分ここでね、歌ってしまった。だってここ普通のスタジオですからね。この後僕はっていうかもう Yahoo のもうスタジオに来てるんですよ。そんなんで歌ったらもう終わりでしょ、こんな。スタッフがね、言うたら不安よな。スタッフが動き始めるんじゃないかなっていうふうに、まあ思いますので。そうですね。まあ、さすがにね。でも、やっぱりね、さっき、もうこの後僕、やっぱり Yahoo のトップページ行ったら、さすがにこういう曲歌えなくなるじゃないですか。あ、この後何があるって、あれですよ。YQ っていうね、知ってますか？Yahoo のね、なんかトップページになんか出るんですよ、僕は。このリンク先のところをね、見ていただければ、あと Yahoo ID をね、登録していただければ、なんかいけるみたいなんで。そうですね。まだスタッフ来ないですね。僕、なんか許されてる風潮が、許されてるのかもしれないです。僕のね、ツイート見ればわかります。ツイートのね、最近リツイートしたやつに、なんか YQ のね、リンク先とか貼ってあって、なんか、昨日はなんか安田大サーカスのクロちゃんとかが出てたりとか、で、一昨日はアズマックスが出てたりとか、なんかその、なんだろうね、アズマックス、クロちゃん、安田大サーカス、クロちゃん、僕みたいな感じ 意味わからない流れじゃないですか。そう。で、そこで、なんかね、賞金が、なんか20万円与えられるらしいんで、それを、なんか皆さんで、分け与えて、正解者、なんかクイズが10問ぐらい出るみたいで、それを全問正解した人が、なんか、総取りできるみたいな。だから1人しか正解しなかったら、20万円は1人。で、2人が正解したら、その20万円は2人で10万ずつ山分けみたいな。いう感じなんですよね。そう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 。そういう雰囲気。で、やるらしいですよ。僕は答えも何も知らないんで、僕はただ皆さんに答えは何でしょうかみたいな、聞くことぐらいしかできないんで。
そうっていう感じですね。もうそんぐらいしかないな。で、明日、そうだ、ついでに告知させてください。僕、明日と明後日、コミケ出ますんで、皆さん、コミケで僕に、よろしくお願いします。面白いかって言われたら、それはだってクイズに面白いもクソもないやろ、もう。クイズやから。もうそれ以上でも以下でもないよ。面白さを求めるなよ。正解したらお金がもらえますっていう。もうそれ以上でも以下でもない。ただ、正解できるかできないか。もうそれだけの話です。もうそれに、もう面白くないかは、もうそれ知らないっす。っていう感じですね。ユータの撮影はね、もしかしたらね、ダメかもしれない。スタッフに怒られなきゃ OK ですけれども、僕前回冬コミの時に、ちょっとね、無断で撮影していいよって言いまくって、スタッフさんにね、出禁くらいかけては、もう二度とコミケ来させねえぞこの野郎って言われかけたんで、もしかしたら撮影ができなくなるかもしれない。まあちょっとね、その買いに来てくれる時に挨拶とか握手ぐらいは全然できると思うんですけれども。八代さんが、八代さんのブースで、一緒に売り子みたいなのをね、やってたんですけれども、そしたらですね、八代さんが、八代さんと僕がですね、まあ、僕らフリー素材なんで、好きに写真撮って、いいですよみたいな、巻き気味してください。ですね、みたいな感じでやってたら、本当にね、要はマナーの悪い方々って絶対いらっしゃるじゃないですか。で、その方々がですね、そうですね、なんて言えばいいのかな、その隣のサークルさんとかにも、もう列をはみ出して、もうバシャバシャバシャみたいな写真撮り始めて、それがなんと隣のね、サークルの人の列をもうこうかいくぐって、もうこう邪魔をしながら撮影するみたいなね、もうやべえやつらがすごい現れて、それで運営の方々にマジ怒られたんですよね。マジで怒られて、もうこれ以上写真撮影させるなら、ちょっともう退場していただきますみたいな感じになって、で、っていう人たちがやっぱりたくさん出てしまったから、撮影がもう多分ダメになりそうなんですよね、その夏コミでの撮影とかも。だから皆さんがちゃんとルールとマナーを守って楽しくね、撮影ができれば全然良かったんですけれども、でもやっぱりね、いるじゃないですか、やっぱりもう。なんだろうね、もう言い方をはっきり言います、はっきり。本当に、ダメなやつは何やってもダメじゃないですか。ルールでもマナーでも、分かんないやつはもう何言っても分かんないじゃないですか。そういう人たちが全員マナーよくできれば、僕もね、喜んで、やっぱフリー素材なんで捉えるんですけど、でもそれが、隣の人のサークルとかに迷惑をかけちゃうとかだと、もう話は変わってくるじゃないですか。いや、民度を上げようって言っても、だって皆さん、100人、あ、40人のクラス、
皆さんね、学校行ったりすると40人のクラスとかじゃないですか、大体、まあ、30人のところもあれば50人のところもあると思うんですけど、一人は絶対にもうなんかこいつ話しても絶対わかんねえやべえやつだなっていう人いませんでした？30人のクラスでも40人のクラスでも一人は絶対いるでしょ、もうわけわかんねえやつ、もうこいつは何話してもダメだみたいなやついたでしょ。そんなもんだよ。だって30人のクラスで一人いるんだら、3000人来たら100人いるってことよ。無理でしょ、それは。それはもうほら、そいつが悪いとかじゃなくて、絶対にいるもんじゃん、確率的に。うん。確率的に絶対にいるもんじゃないですか。それはもう、なんか、いくら注意しても、わかんない人はわかんないから、うん。それはもうしょうがないと。うん。やっぱりね、そういう、もう、いくらこっちがめちゃめちゃ口酸っぱく言ったところで、そういうのをね、守れない人っていうのはもう絶対にいるから、しょうがない。うん。なんで、撮影は多分、禁止になる可能性が高いです。まあ、これは当日どうなるかはまだわかんないですけどね。うん。で、そういうね、やっぱりマナーのわからない人が、やっぱりね、他のサークルの方に迷惑をかけてしまうと、結局それで、まあ、僕はね、もう、どうにもできなくなってしまうんで、うん。そう、日本語通じない人は本当に通じない。わかるでしょ？本当に通じない人はいるでしょ？だって。うん。っていう感じなんだよね。うん。まあ、しょうがない、それは。諦めましょう。ということで、ちょっと話を戻させていただきます。この後僕8時45分からですね、まあ30分40分ぐらいですね、Yahoo のトップページに載るんですよ。その告知をさせていただきたく、僕は今日枠を取った、わけなんですよね。うん。音だけ入ってないですか？まあそうですね。ちょっと待ってください。あ、そうですね。映像は生きてます。あ。声は。声が。声入ってます？また人少なくなっちゃった。これで大丈夫？画面が薄暗くなっちゃった。それは謎です。なんで暗くなったかは謎です。すいません。すべてがなんでこんな、あ、多分戻ったから大丈夫です。うん、明るくなったね。うん、なんでだろうね。別に Wi-Fi 関係ないみたいですけど、うん、明るくなったね、これ。はい、ということでですね、皆さん戻りました。大丈夫？今大丈夫ですか？もうテンション下がるよ、それは。もう2回目だもん、切れんの。それはさすがに、これ2回も切れたらもう、テンションの一つも下がるでしょ。うん。大丈夫ですか？はい、ということでですね、そうですね、まあ告知の方、させて、いただきますと、あ、他のライブ放送もサバ落ちしてるみたいなんだ。じゃあもうツイッターがダメなのかね。うん。ツイッター自体がもう結構、てかレトルトさんもツイッターライブでやってるんだ。あ、そういう真似もするんだ。あ、今から何をするかって言いますと、8時45分からですね、僕はYahoo のトップページに、行くんですよ。乗るんですよ。YQ っていうところで。昨日ね、要は安田大サーカスのクロちゃんが、まあ、司会をやった、MC をやった、番組の、YQ っていうところで、今日も、まあ、やることになりまして、その MC が僕という、ことになっております。よろしくお願いします。はい、YQ。それがですね、僕の今、貼ってる、リンク先から、飛ぶことができまして、そこでですね、皆さん、Yahoo の ID さえ持ってれば、そこでなんか参加できるみたいな感じで、そう視聴者参加型のなんか、クイズをね、出すみたいな、感じのやつで、そのクイズを、皆さん全問正解したら、なんか、
20万円が山分けできますよという、要は100人の、あ、10人の方が全問正解したらその20万は1人2万円に分配されるという、いう感じになるらしいですね。だから僕がクイズを、まあ、出題しますと、まあ、出題するのは僕じゃないですけど、僕はあくまでピエロです操り人形でしかに過ぎないんで、うん、っていう感じで、まあ、YQ の方で、まあ、30分ぐらい、まあ、クイズさせていただいて、そこでですね、まあ、なんかやら、まあ、20万人正解したら1人1円です。申し訳ない。それはもう、しょうがない。そういうルールなんで。うん。そう。多かったら2円とかになる。そう。10万人正解したら2円とかになります。でもそんなに来ないでしょ、人言うてね。うん。いや、そんなこと言ったら怒られるわ。はい。という感じなんですけれども。どうなんでしょうかね。うん。そうそうそう。いや、手数料とかじゃなくて、なんか T ポイントとかなんかそういうアーダコーダでなんかできるらしいですよ。うん。なんか手数料アーダコーダみたいな。うん。問題はね、なんかわかんないです、僕も。うん。ただなんか、まあわかんない。まあ、あれじゃないですか。クイズミリオネアみたいな感じじゃないですかね。うん。で、やって、でも、ヤフーのトップページから行くみたいですからね。多分、僕のことなんて全然知らない、年葉も行かない子供たちとかもいるから、僕、下ネタは言えないんですよ。だから、今のうちに僕、おまんこちんこ行って、ちょっと場を温めようかなっていうことで、今今日この配信をさせていただいてるみたいな、うん、感じなんですよね。うん。そう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 。っていう感じ。そう、子供たちにね、やっぱりおまんこおちんこ言うわけにはいかないですからね。やっぱり子供たちにはやっぱりまだ先がある、夢があるわけですからね。それをね、なんか僕が奪ってしまうわけには、なんかお母さんお母さん、おまんこ、この人おまんこって言ってるけどこれどういう意味なのって言って、やっぱり功労茶の間を見たくないじゃないですか、僕らは。うん。やっぱりそれでね、僕が何気なく放った一言がやっぱりお茶の間を凍らせてしまうことにもつながりますので、それはしょうがないかなって。うん。こっち向けは今鏡越しに話してるからね、ちょっと今画面を見ながらやってるとね、どうしても、そっちを向けなくなってしまうっていうのがね、辛いところという、うん、そうですね。そう、さっきだから OMMC 歌ったんですよ。でもそうしたらなんか切断切れだからしょうがないかなっていう、うん、そうだよね。そのうちたどり着く道だもんね。むしろなんでさ、そういうおまんことかおちんことかがさ、なんか子供は聞いちゃいけないとかさ、わかんなくない？だってさ、性犯罪ってさ、やっぱり起きる傾向としてはなんだろう、抑圧だと思うんですよね、僕は。抑圧。性犯罪っていうのは、要は、だから、そういう、おまんことか、おっぱいとか、そういうものが、エロいものとして認識されすぎて、で、それを、本来、やっちゃいけない、しちゃいけないっていう、そういう、なんか、鎖に縛られて、その、鎖が、もう、締め付けられすぎて、で、もう、どうしようもならなくなって、性犯罪に発展してしまうみたいな、ところがあると思うんですよね。だから、本来、もうちょっとね、なんか、規制自体をね、もっと緩くしていれば、実は起きなかったんじゃないか、みたいな。うん。そう。性犯罪。それはなんか抑圧によって生まれる、やっぱりさ、なんかこれやっちゃダメ、やっちゃダメ、見ちゃダメ、触っちゃダメみたいな、そういう抑圧から、やっぱり出てくるものって、あると思うんですよね。うん。いや、性の解放すればいいとまでは言わないですけど、さすがにね、そうなんか、これ言っちゃダメ、見ちゃダメ、やっちゃダメっていうのを、もうめちゃめちゃ縛っちゃうと、逆にその縛ったことによって、人々はなんかちょっとね、なってしまうのではないかっていうね、話も、何の話をしてるんだっていう話なんですけれども、そうですね。はい、ということで、すいません、カンペの方出たので締めに入らせていただきます。ですね、もう YQ っていうのがこの後20時45分から、そうですね、Yahoo のトップページまたは、僕のですね、今貼ってあるリンク先から飛ぶことができます。それでですね、Yahoo ID を持っていれば、Yahoo Japan の ID を持っていれば、そのまま参加ができるという、視聴者参加型の、まあ、クイズ番組みたいな感じになっております。それがですね、まあ、20時45分から、まあ、皆さんのトップページにも掲載されるので、そこから見ることが可能ですし、僕の、リンク先から、行ってもらうことも、大丈夫です。はい。で、そこで、まあね、YQ っていうのは、まあなんかクイズでなんかチームも組んだりもできるみたいなんで、まあそういうのもね、後で説明させていただこうかなというふうに思います。で、正解者が、何人いるかで、その20万円を、割るで、山分けできるという、感じなんですよね。うん。で、今日はね、まあ野獣の日ということでですね、まあ、やっぱり下ネタなしもちょっと悲しいじゃないですか。まあ、そこら辺はいろいろちょっと僕も法律の目をかいくぐって、やればいいんじゃないかなっていうふうに、思っております。はい。ということで、あと15分後、始まりますので、そちらの方、僕のリンク先の方、クリックして待っていただければいいんじゃないかなと思います。そろそろ時間も、近づいていきますので、僕はこれぐらいで、失礼させていただこうかなというふうに思います。それでは、15分後にお会いしましょう。本日はありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。